遅いぞ、後継者。新世代の中でここに来たのは、何も私が初めてじゃないと思うけど。だが、俺の刻印を継ぐ資格を持つ奴は初めてだ。おかしな話だ。俺の力を受け継ぐ奴が、俺の全てを壊した律者だとは、思ってもみなかったぜ。できれば今の俺の立場なんて忘れて、お前を思い切り殺してやりたいくらいだ。敵を作るためにここに来たわけじゃないわ。それはお前が決めていいことじゃない、律者。でも、今更敵が増えても気にしないわ。その機会が来ることを祈ってるよ。こんにちは。戦後には話しかけない方がいい。そう言われなかったが、律者。そうね。たった今言われたわ。ふっ。ヒオウガの他の人たちも、あなたと同じような感じなの。そんなわけないだろ。俺は火の中から出たが、それを再び追おうなんて一度も考えたことがない。火を追うが、その名と俺を一緒にするな。でもあなたはここに存在している。十三英傑の一人として。火を追うがが俺の欲しかったものをくれたからだ。永遠に終わらない戦争をな。その仮面、外した姿を一度も見たことないわ。外していないことを喜ぶべきだ、律者。次のセリフは、見た奴はみんな死んだ。なのかしら?いや、一人だけ生きてる。たった一人な。誰だか分かった気がするわ。当たり前だ。知らないわけがないだろう。そいつがお前をここに起こしたんだ。また律者俺の前に。それを外す気になったかしら?戦後。なぜそんな思い違いをした、律者。今のお前にはまだ、俺の仮面を外させる資格はない。律者、お前が欲する力は見つけたか?私が求めてるのは答えよ。力が唯一の答えだ。ケビンがお前をここに起こしたんだろう。奴は説明しなかったのか?彼が私に何かを説明することは滅多にないわ。あいつは忘れたのか?いや、俺ですら覚えてるんだ。あいつが忘れるはずがない。約束の律者がもたらした悲劇を、あいつが忘れるわけがないだろう。約束の律者。律者、一つ忠告をやろう。力がなければお前に進み続ける資格はない。いいや、生きる資格すらないんだ。約束の律者のことはあまり話したくないみたいね。そうだ、飛天。かつて俺をそう呼んだ人間もいた。だが何か意味があるとは思わない。融合した崩壊獣がその名前ってだけだ。飛天、どんな崩壊獣なの?あなたがその手で殺したのかと思ったわ。だとしたら、そいつは何も残らなかっただろうな。そしてあの狂人の手でこの身に突っ込まれることもなかった。狂人?あなたが誰かをそんな風に評価するなんて初めてね。なんだ、俺も狂人だから他人に言う資格がないって。いえ、私から見ればあなたは狂人なんかじゃないわ。ただ怒りをその身に宿してるだけ。あなたの怒りは果てしない。永遠に消えることがないみたい。そうだ、怒り。すべてを殺し尽くさなければ、この怒りは決して消えない。戦闘の意味はとっくになくなった。怒りさえも消えたら、俺にとってあいつらにとって、それは裏切りと何の違いがあるというんだ。火を追う蛾の中で、秘密行動部隊はいつも何を担当していたの?桜に聞け。それか忘れろ。影に足を踏み入れても、
今のお前にとって何の役にも立ちはしない。すでに足を踏み入れていると言ったら。だったらさっさと出るんだ。でも私の探してる答えがそこにある可能性があるわ。火を追う側をもっと知りたい。その光も闇も。闇？リッチャー、火を追う側の中でお前が見た暗部はまだ光の当たる場所にあるんだ。火を追う側の本当の暗部はここに存在する。ここのどこかにあるんだ。だがそれを探そうとしない方がいい、リッチャー。これはお前への忠告だ。ありがとう、覚えておくわ。だがうっかり足を踏み入れたら、その時は生きて戻ってきてお前が残した未完の道を再び歩むことを祈ってる。私の推測が間違っていなければ、戦後指針の書、それこそがあなたの言った火を追う側の本当の暗部につながっているんでしょう。それともそれ自体が暗部なの？なんだ律者、メビウスに頭を開けられたいのか。忠告したはずだ、それを探ろうとするなと。信じないかもしれないけど、私が自ら探したわけじゃなくて向こうからやってきたの。へえ。エリシアよ、彼女は無意識のうちにあなたというより指針の書に関することを教えてくれたわ。チッ、エリシア、またあいつか。何を言われた？彼女があなたを指針の書から連れ出したと。あなたたちの間には何かの約束もしくは取引があったみたいね。取引か。確かにそれは間違ってない。エリシア、メビウス、メイ、火を追う側の奴らは取引が好きだからな。何をもって何と交換する、奴らはそれが大の得意だった。死ぬまでな。それでエリシアはどんな代価を払ってあなたの自由を手に入れたの？自由？俺がその気になった時指針の書なんかで閉じ込めておけると思うか？それにむしろあそこから離れた後に俺は自由を失ったんだ。え？エリシア、あいつが俺にくれたのは永遠に終わらない戦争、それから別の女から借りた枷だ。つまりエリシアが欲しいのはあなたの力だけだったの？いいえ違う、そんなの彼女らしくない。誰もあの女が何を考えてるかなんて知らないだろ。俺が知ってるのは最後まであの女は俺に取引の報酬を求めなかったことだ。報酬？ああ、あの女が俺を指針の書から出した時、自分のために動く小種になってほしいと言われた。結局あいつが死ぬまでその日はやってこなかったがな。あの折れた剣、支配の鍵か。どうやって手に入れた？前にフワからもらった剣のことかしら。フワにもらったんだけど、どうかしたの？他に支配の鍵を持ってる奴がいるのか。フワ、メイ、また嘘。まだあの時のことを気にしてるのね。なんだ、あの時の俺を理解してるのか。理解まではいかないけど、あなたが支配の鍵を使って何をしたかは知ってるわ。ずいぶん前にあなたは支配の鍵に接触することを火を追う側に禁じられた。そうよね？お前は死に急いでるのか。なぜそれを俺に聞くんだ？何でもない、噂が本当かどうか検証してみただけよ。何せ100本以上の支配の鍵を壊すのも簡単なことじゃないもの。残念ながらその中に俺の本当に壊したい支配の鍵はなかった。どんな意図があってそんなことをしたのかしら。律者としてあの海で死んだことは
エイマーにとって一番屈辱的な終わり方だった。あいつだけが本気で俺を殺そうとした。だから俺がこの手であいつを殺すのが筋ってもんだろう。神の鍵になるべきじゃない。俺以外、誰もあいつを使う資格はないんだ。その後に起きたことを考えたら、あなたは？巡り合わせだ。人生というのはそういうもんだろう。まさかお前のその姿も運命だというのか、律者。それでいいんだ。少なくとも俺が融合戦士になった後、エイマーに最も純粋な結末を与えられた。あいつには似合わないが、広大な結末だ。お前の持つその剣が、すべてを見届けた。俺の長編因子がきっかけで、あいつはあのメイでさえ避けるような恐怖になった。これで一応、エイマーに顔向けできるはずだ。そうだろ。